大体いつも楽しいけど大変な仕事よ。あら、あなたが噂のヘルゲンからやってきた冒険者？宿屋は噂話の宝庫だからね。ヘルゲンを生き延びた謎の冒険者がホワイトランにやってきた。そんな噂をここで聞いたのよ。外見の特徴も噂通りだしね。まあしかし、ドラゴン襲来に屈することなくこの町までたどり着くなんて、あなたずいぶん腕が立つのね。ああごめんごめん、そういえば初対面だったわね。私はアイリ、トレジャーハンターをしているの。よろしくね。スカイリムの遺跡や洞窟を探検して財宝を探し当てるのを生業としているわ。財宝って言ってもそんなに頻繁に見つかるものでもないから、普段は賞金稼ぎも兼業してるんだけどね。あと私もあなたと一緒でホワイトランの住人じゃないわよ。この町には旅の途中で立ち寄っただけなの。心配してくれるの？ありがとう。確かに最近は戦争にドラゴン、野盗の増加と、スカイリムも一人で旅をするには危険になったわね。まあ私くらいの実力者になるとそんな危険ものともしないんだけどさ。ただ最近少し気になっていることがあるの。そう、昔は自由気ままな一人旅を満喫してきたんだけどさ、この国で多くの人々と出会い友達が増えるにつれて、こんな気心の知れた仲間たちと旅をしたいって強く思うようになったの。でもその友達もみんな冒険者じゃなかったから、旅の仲間には誘えなかったんだよね。あ、そうだ。ねえ、こうして知り合えたのも何かの縁だし、ちょっと私のお願いを聞いてくれない？そう、あなたいろいろな冒険者や傭兵と交友がありそうだから、私と気の合いそうな冒険者を何人か紹介してくれないかな。そうね、4人くらい紹介してもらえると嬉しいかな。本当はあなたにも仲間になってもらいたいけど、あなたにはあなたの旅があるだろうしね。本当？楽しみにしているわ。私はこれから旅を再開するけど、行き先の予定をあなたに伝えておくわね。この予定を仲間に伝えてくれたら、あとは現地で合流するようにするからさ。本当にありがとね。あと、もしあなたの旅で私の力を必要とする時が来たら、ぜひ声をかけてちょうだい。あなたが私に協力してくれるように、私もあなたに協力をしたいしさ。任せてちょうだい。それじゃあまたね。またね、いい旅を。旅の合間に立ち寄る宿屋ってなんかいいよね。乾杯をしよう、若さと過去に苦難の時は今終わりを告げる。いいとこに来たな。鋼の石で敵を。ほとんどの時間を市場で過ごしたの。そこで商人の取引術を身につけたわけ。いつか宿屋を経営したいから、もっと経験を積まないとね。
久しぶり。元気にしてた？ワイルドのどこがどうってことないって言うんだい？苦しみについて偉そうに言わないでくれ。あのブレイスって子、あんたの息子は奴につくことをやる。もう少し可愛げがあってもいいんじゃないかな。その過ちのせいで消えたが、それが戦争ってもんだ。息子が死んだことを早く受け入れろ。食材を買いに来たのよ、ナゼーム。死んだなんて認めるもんか。息子は生きてるよ。私にはわかるか。教えなさい、バトルボー。息子はどこ？ソラルドをどこに拘束してる？このババアの言うことを信じるのか？人質？あいつは監獄にぶち込んでやる。私の囚人だ。現実を見ろ。お前のバカ息子は死んだ。裏切り者のストームクローク一味として死んだ。そしてお前は同じ運命をたどりたくなければ口を閉じておけ。なあ親父、ここで言うことはもう何もないんだ。鹿肉のシチューのレシピがあるから試してみたいの。鹿肉はすぐ手に入る？了解。次に狩りに出たら背中の肉を持ってきてやるからな。急いで、温かいシチューが待っているわよ。考えるのは息子のソラルドのことばかりだ。殺されたという噂だが、私にはわかる。あの子は生きている。バトルボーンの奴らめ、帝国軍と結託してるんだ。奴らはそのことは知っている。それでも面と向かって嘘をつきやがる。とにかくわかるんだ。心で感じられる。どうか信じて、私の家に来ておくれ。全て話すから。ほとんどの時間を市場で過ごしたの。そこで商人の取引術を身につけた。もちろん行かないに決まった。いつか宿屋を経営したいから、もっと経験を積まないとね。ああ、何年もかかったがトップまで上り詰めた。今ではチルファロー農場を所有して、商売はとても順調だ。見ればわかる。よく来たな、旅人よ。ごきげんよう、旅の方。ホワイトランには何のご用ですか？なるほど。では金を探しに。ただ聞いてみればいい。ホワイトランには困るくらいの脂肪と金を持ってるやつがたくさんいて、自分のことを何でもやらせているから。この前売ってくれたミラのリンゴ、そうだ、生まれた時からずっと俺たちバトルボーンは初めからここにいた。グレイメイン家と一緒にな。お互いの家族はみんな何世代も親族のように仲良くやってきた。だがウルフリック・ストームクロークの反乱によって分裂してしまった。今や拳が飛んでくることなく、お互いの顔を見ることもできないほどだ。残念だし馬鹿げたことだよ。ドラゴンがスカイリムに戻ってきたらしいが、今ではそっちの方が深刻な問題だ。新しいメンバーを採用しているのかどうかわからないが、同胞団に話を聞いてみるといい。焼きたてのパンはいかが？彼らの広間、ジョルバスクルにいる。仕事というのが残虐な戦闘で自分の剣を試してみるという意味ならだが。それは何よりも一番重要な問題だな。バナードメアに行ってみたらいい。フルダばあさんに会えば蜂蜜酒を浴びるほど飲めるよ。だけど銀融詩人のミカエルには気をつけろ。気取ったガキがいたらそいつだ。銀融詩人の名を貶めて。我々ノルドは戦士詩人としての長い歴史がある。俺自身もその一人に数えられると自負している。だがミカエルは金やら女の恋愛やら、そんなことばかり歌って我々の伝統に泥を塗りやがった。剣も舌も鋭くあることを祈る。
チョップとステーキはほっぺたが落ちるほどうまいよ。よりすぐりの最高級肉を見て。お母さんと一緒に働いてるんだ。果物や野菜を売るのよ。だいたいいつも楽しいけど大変な仕事よ。それは残念ね。ギルダーグリーンですね。今ちょっと見た目が良くないんです。私よりも巡礼者たちにとって問題です。もうこの辺りにはそんなにいないのですが。ここの東の秘密の森にエルダーグリームがあります。スカイリム最古の存在と考えられていますが、タムリエル最古かもしれません。その切り絵を育てたのが私たちの町の木です。母樹の荘厳さが今でも感じ取れるでしょ。その名声は過去のものだとしても、ずっとそれを考えていました。このような木は本当に死ぬことはありません。眠っているだけです。親木の樹液があればその子供を目覚めさせられると思うんです。でもエルダーグリームにたどり着けても傷つけて樹液を取ることはできません。普通の剣ではダメなんです。エルダーグリームは金属よりも古く、人やエルフの生まれる前からあるのです。それに影響を与えるには古代の魔法を利用しなければなりません。ハグレイブンたちを相手にしなければなりません。彼らがスプリガンを殺すために作った武器があるそうです。ネトルベインというんです。ハグレイブンがあれほど恐ろしくなかったら私が探しに行くのですが。あなたの魂は強い。キナレスの風が導いてくれるでしょう。それはオーファンロックと呼ばれるハグレイブンの巣にありますよ。大事なのはわかるわ。でもそんなお金はないのよ。数週間かけて盗賊のアジトを見つけ出したんだ。今やめるわけにはいかない。それに一人では剣を取り戻せない。錆びた古い剣を取り戻すために妻と娘を飢え死にさせるつもり？できるものを一人あるいは二人雇う必要があるだけだ。お前を飢えさせやしない。はっきりさせましょう。剣を取るか妻を取るか。あなたが門を一歩出たら戻ってきた時に私はもういませんよ。サフィー、おい待て。バトルボーン、お金を渡しなさい。今すぐ5ゴールド渡さないと鼻血を出すことになるわよ。やめてお願い。本当に持ってないんだよブレイス。明日10ゴールド渡すから叩かないで。明日なら10ゴールドよバトルボーンさん。出ないと鼻と口から血が出ることになるわよ。もうあの汚らわしいハグレイブンのところからネトルベインを取ってきたのですか？ありがとう。もう痛みが軽くなりました。もう耐えられない。何とかしてくれ。キナレスはあなたと共にあるでしょう。私はノエミ。この聖堂で治癒士の見習いをしています。最近は戦争の影響で多くの傷ついた兵士が治癒を求めて聖堂にやってくるようになりました。けれど治癒を求める方が増える一方で治癒士の人数はとても不足していて、だから微力ではありますが私も回復魔法で治癒のお手伝いをしているんです。ええ、少しだけですけどね。
以前ホワイトランを訪れた治癒士の方に回復魔法の基礎を教わったことがあるんです。その方は治癒士になる前にウィンターホールド大学で回復魔法を学んでいたそうですよ。とても優しい女性の方でした。私もいつかあの人のような治癒士になりたいと思っています。もしあなたも治癒が必要になったら遠慮なく声をかけてください。一人前の治癒士になれるよう精一杯お手伝いしますから。